まあ、ハープならよ。いや、でもね、本当に、まあ、これも言ってもいいって言うから、ね、はい、びっくりしたんですけど、うん、まあ、1話の収録の時に、はいはい、もう松岡くんの目がキリトと同じなのよ。あ、もう、うつろな。あ、うつろで、大丈夫って聞いたら、大丈夫じゃないって言ってて大変だって思ったら、もう救世主かのように信長くんがおはようございます、おはようございますって言ってきた瞬間の松岡くん、はい、子犬じゃないですか。すごい笑顔だったね。ワンワンじゃないですか。もう、あ、これはサプライズだったんですか。そのいらっしゃるとは知らなかったってことですか。名前が違ったから、キャスト表に僕の名前はなかったからね。なかった。すごい。じゃあ本当に松岡君を喜ばせるために。ちょっと待って、マジ違う違う違う、スケジュールで違うよ。えい、私たち3人1人ずつ何かぜひお願いします。どなたからいきますか。私からじゃあいいですか。じゃあ2人で進んでもらってる間に。私はアリスが乗っている絵の方もすごく素敵だったので、ぜひあの雨よりに私は注目してほしいなと思います。ほら、イチャイチャしてる場合じゃないよ。ほら、本当もうずーっとイチャイチャしてましたからね。ほら、二人ともおすすめしよう。ここ楽屋裏かな。なんだ、えい。いや、本当感激です。いや、でも本当偶然なんですけど、ミポリン実は初めて松岡義継とミポリンが飲みの席一緒したと、なぜか僕関係ないのに呼ばれてそうなんです。いや、ね、私がお邪魔しちゃったんですよね、むしろ。なんかいや違うんだ、俺も出てないんだけど、なんか間違ってる、なんか謎でしたよね。そうだね、なんか二人のことが大好きなんじゃないかな。だんなんとか町なんとかみたいなやつの飲み会で、そうそう、あの時関係なかったのになんか呼ばれて、はい、なんか私もなんか行くみたいな感じで誘っていただいて、ね、でそこで松岡スピリットを受け継いだと思ったら、いい話をすごい聞いたと思ったら、その後すぐスライムになってさ。ちょっと待って、転生しましたからね。どうよ、松岡先輩とコミュニケーションを取って熱い話聞いて飲むと売れるっていう説が、やっぱあいつのスピリットは通じるんだね。なるほど、松岡さんのおかげ。ねえ、おかげ。いやいやいや、えい。そう、本当によくしていただいてます、ね、でご縁もあるから、なんか本当に、いや本当に嬉しいです。もう茅野さんのお話も松岡さんからよく聞きます。怖いんだけど、何話されてるのか。どんなこと。本当に優しいお方で、ミポリンにも合わせたいみたいな。ミポリンにも合わせたい。どんなポジションなの。えい。そうですね、だったよね、幼い時の、はい、あれだね。ちょっと、かやのさん、自由すぎませんか。申し訳ありません。今ちょっと、ここ急に少女漫画みたいな、こうキュンみたいなのがちょっとドキッとしてまつげにね、髪がちょっとボロボロしてる。ありがとうございます。えい。あと、かやのさん、はい、特に男に騙される可能性が高いんで、簡単に貢ぐことしないようにしてください。簡単に貢ぐこと。気をつけます。カエノさんだけすごいリアル。なんでこれ、なんでなんで、ね、先生、カエノさん推しなんじゃないのこれ。本当に先生ファンなんじゃない。ファンなのかな、もしかして。ファンなんじゃない、だから幸せになってほしいから、あえてなんかこう気をつけてねみたいなのを前面に押し出して。助言はすごい、確かに特に多いですもんね。おかしいもんだって、カエノさんの助言だけ。本当だよ、本当に。えい。松岡さんとキリト一緒じゃん。でも第6位ところ、仕事運は高いんだね。ビジネスのとこ 40% でございます。まあ、その心は説明していきますね、うん、また恋愛運は、まあ、2人とも面食いのくせに自分からアプローチできないので、理想は高く経験は少ないといった感じです。ちょっと待って、これ読むのも辛いんだけど、ちょっとなんかもうどんな、とりあえず大丈夫、事務所事務所縛りでイケメンが、イケメン大丈夫だね、面食い大丈夫ですか。めっちゃ面白いんですよ。割っていいっすか。えい。それって義継でも基本そうじゃん。なんかだって俺と義継も初めて会った時お互いの印象悪かったんですよ、うん、そうなんですね。そこから始まってるの、この人とは、まあ、悪いって言ったけど、うん、こいつとは仲良くなれないんじゃないかなから始まって、うん、結果それを乗り越えてめちゃくちゃ仲良くなってるんで、なんかそのまさに、うん、そう、最初のハードルが高いっていうの、なんか壁がある、あの最初の難度高いのは義継っぽいなって、そもそも。でそれを超えてキリトとは仲良くなってるっていうのあると思うけど、恋愛はちょっと俺よくわかんないよ。恋愛は何なの。へぇへぇ、盛りかけてる。どうですか、この結果を受けて。まあいいじゃないですか。怖い、ね、切れてる。シャンマイシャンマイ、
回から。ありがとうございます。